タカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをですねクラウドファンディングを中心にご紹介させていただいているチャンネルです。このように再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですねチャンネル登録高評価、まだ終わってないよっていう人はですね、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、今回ですけども、突然なんですけど、皆さん結構暖かくなってきたと思うんですけど、春の、予定って結構立てられてますかね。僕はですね、まあ、とりあえず春何しようかなっていう風に思った時に、まあ今年はあれちょっと桜とかなんか見たいなとか思っています。で、まあやっぱ中にはですね、やっぱこう暖かくなってきて山登りとかされる方も結構いらっしゃると思うんですよね。で、今回はそういう山登りをする方、もしくはやりたいなと思ってるけど、バックパックとか持ってないから山登り用のバックパック探してる方に、今回動画を撮ろうかなと思っております。はい、今回ご紹介するのはこちらになっておりまして、今現在幕開けの方でですね出身を行っております、本格化アウトドアバックパック BN50X シリーズをご紹介したいと思います。これね、今メーカーさんから1個サンプルをお借りしておりまして、こんな感じで、結構ね大人っぽい色合いの、あんまりこうね、そういう山登りとかアウトドア系の、ショップでも見かけないような、感じの落ち着いた色をしたバックパックです。で、これアウトドアギアの中でも、これバックパックっていう存在はですね、かなり重要な役割を果たしておりまして、まあ一番ね登山用とか、そういったグッズの中でこだわりたいっていうところが、結構ね皆さんあるかなと思います。で、これから登山ハイキング、あとはトレッキングとかそういうのを始めてみようっていう方にも結構おすすめできるですね、初めてのバックパックにしては結構いいんじゃないかなっていう風に思えるような、まあスペックを持っているバックパックになっているので、ぜひですね、気になったよとか、ちょうど探してたっていう人はですね、こちら最後まで聞いていただいてですね、購入支援の方よろしくお願いいたします。はい、今回この紹介するですねバックパックに関しましては、ビヨンドノーディックというですねブランドになっておりまして、これ北欧の、スウェーデンの、ブランドになっております。で、このブランドは機能的なおかつおしゃれっていうところが、結構ね魅力的なブランドになっておりますので、機能的なおかつおしゃれっていうところが、まあ特徴になっておりまして、今回のねこの BN50X シリーズに関しましては、なんといっても使い心地がかなり使い心地がいいっていうところと、あと耐久性が結構高い、そして高い技術力、この3つが掛け合わさってできたバックパックになっております。僕自身も、実際こういう登山系のリュックは持っていて、何持ってるのっていうと、まあこれだったりとか、あとはこれだったりを持っています。で、結構ね昔に買ったものなんだけど、こういう系の、リュックって結構生地が、かなり耐久性もいいし、長く使うことを想定してねやっぱりこう作られているので、通常のバックパックとかに比べるとかなり持ちがいいです。で、結構ね、乱暴に扱っていて、まあ飛行ずったりとか、まあ旅行中とかね、まあポーンと置いたりとかも結構してるんですけど、穴が開いたりとかもしたことがないので、結構ねこういうのは旅用のリュックとしては結構おすすめできるかなと思います。もちろん山行かないよっていう人にも結構ねいろいろとおすすめできる機能がいっぱい入っていますので、ぜひ最後まで見てください。で、こういうリュック結構ねやっぱネックになってくるのが値段なんですけど、ビヨンドノーディックのこの今回出ている、BN50X に関しましてはかなり値段がリーズナブルなんです。っていうのも、マカケで出身をしているっていうところが、まあ、まず一つの重要なポイントで、これね早割りで 20% オフで購入するとなんとですよ、20個限定なんだけど 21,440 円で購入できるんです。こちらもうすでに僕はまあ、普段ねちょっと、山入って撮影する用の一通りの、まあ、パッキングは終わらしていますので、ちょっとね内部構成を紹介しながらどれぐらい入るのっていうのをご紹介しようかなと思うんですけど、それ入る前にちょっと皆さんにですね、これだけは重視してみてもらいたいなっていうポイントがございまして、まず一つ目なんですけど、これアウトドア、本格派念願のレッコリフレクター、付きのバックパックになっています。で、何このレッコっていう風に思われる方もいらっしゃると思うので、後ほどねもう少し詳しく説明させていただくので、そこは覚えておいてください。で、あとはこれ一つで気軽に便利に、冒険および旅ができるっていうところになっているので、まあ、そこら辺のところもね結構いいと思います。さらにはこれね悪天候に対応できる蛍光レインカバーもついてるし、体型に合わせて稼働するショルダーストラップとか、背中の蒸れを防ぐためのですねメッシュ、背面加工とかも、施されているので、どういう日でもどんな天気でもですね、対応できるっていうところでは結構これはおすすめできるポイントの、マリックになっております。それじゃあ早速ですねこちらのリュック、もう少し詳しく見ていきたいと思います。見ていきましょう。レッツゴー。
皆さんお待たせいたしました。今回ご紹介するのはこのビヨンドノーディックというところのブランドから出たる BN50X というですね、まあアウトドアリュックになっております。はい。で、この BN50X シリーズに関しましては、これ BN501 ってやつと BN502 ってやつが2つあります。で、実際これ2つとも展開されてありまして、今回ね、皆さんの前でご紹介するこちらは BN501、いわゆる35リッターのリュックになっております。で、もう一つの方は、もう少し大きくて55リッターのリュックになっているので、まあ、テント泊する人とか、あとはね、山小屋で、泊まる人、そういう人に結構向いているかなと思います。まあ、日帰りでですね、トラッキングとか、あとは山登りする人とかは、多分ね、この35リッターで十分かなと思いますね。結構バックパック自体が大きいと、やっぱそれなりに生地が耐久性が高いので、その分重いんですよ。なので、必要のない、まあ、余白っていうのはあんまりいらないかなと思ってるので、まあ、多分ね、35リッターぐらいが、一番デイユースでは使いやすいんじゃないかなというふうに僕の中で思いました。で、これ、一応、高さは62センチで、高さが62センチで、ここの幅、ここが62、ここが26センチで、この奥行きが、まあ、いわゆる23センチになっていますので、結構ね、たくさん物は入れれます。で、もう一つの BN50 に関しては、高さが67センチで、幅33センチの、奥行き26センチっていう形になっているので、まあ、502と501の違いは、まあ、幅の違いだったりとか、あとは高さの違い、そういうところが挙げられますね。うん。で、まあ、奥行きは3センチぐらい違うぐらいになってるので、まあ、やっぱり、大型の、まあ、荷物とか、あとはダウンとか、そういうのも入れたいよっていう人は502の方がいいかなと思います。一応仕様としてはカラーなんですけど、カラーはこんな感じになっていまして、今回お借りしてるこのネイビーのタイプにも、まあ、結構ね、おしゃれなカラーがたくさん、集まっております。で、全色サイズ入手可能で、まあ、容量としては先ほども言ったように35と55リッターの2連回。で、重量は35リッターの方が、こちら 1275g。で、55リッターの方が1425g っていう形になっていますので、やっぱり55リッターの方が若干重たいですね。うん。で、素材は900デニールの、ポリエステルを使っていまして、フレーム素材としてはアルミニウムを使っております。で、フレーム素材って何っていう風に思われる方もいらっしゃると思うんですが、こういうね、登山系のリュックっていうのは、この背面のここの部分に、こういう風にね、わかるかな？ここにね、アルミフレームが内蔵してあることが多いんですよ。これなぜかっていうと、こう、まあ、いわゆる普通のリュックよりも、この背面を硬くすることによってですね、まあ、要するに、重量を感じにくくする、重さを分散させるみたいな感じかな。常にこう山登ってる時に、荷物の重量を感じさせない、いわゆるサポート材みたいな役割を果たしているんですよ。なので、まあこういうのが入っております。で、その他に関しましては、こういう感じになっておりまして、まあ、この部分に、夜間の視認性を高めるですね、反射プリントを、搭載していて、これが、まあ、いわゆるレッコシステムが搭載されているところになります。で、その他に大容量のフロントストレッチポケットが、この、手前についていたりとか、まあ、あとは、大型フロントジッパーという形でね、ここの部分を開けるとメインポケットにつながる機構だったりとか、まあ、あとはもう少し詳しく説明しますが、ここの部分に、実際ですね、ハイドレーション対応の、まあ、穴が入っていまして、これ給水パイプは別売りになるんですが、で、今回ね、サンプルで、つけていただいて、こういう感じでね、ハイドレーションと一緒に使用してあげると、毎回下ろさずにですね、背負ったまま水を、飲めるようなシステムが、搭載されていたりとかします。はい。まあ、その他にも、まあ、ヒップベルトのポケットは移動中もアクセスが可能な、まあ、結構スムーズな機構を施していたりとか、モバイルバッテリーへのアクセスとかにも最適な、まあ、穴が搭載してあったりとか、そういう風な形になっていますので、結構使いやすいかなと思います。はい。で、実際なんですけど、皆さんね、こういう山登り用とかアウトドア系のバックパックなんですが、どういう風に使えばいいのか、まあ、適当に入れたらいいのかっていうのがわからないっていう人もいらっしゃると思うので、ちょっとまずご紹介すると、まあ、簡単にはですね、こういう感じで、詰めてもらうのが一番いいかなと思います。まず、使用頻度の低いものを下に詰める。で、中間には重みがあるものを詰めて、上の方にはすぐに取り出して使うものを入れる。で、外部にはテントとかトレッキング用品を取り付けて、で、ウエストポーチには頻繁に使う携帯電話等を入れる。そういう感じで、やってもらうのがいいかなと思います。実際ね、これからですね、こちらのリュック、どういった、まあ、ポケットがたくさんあるのかとか、実際、入れ心地とかがどうなのかとか、あとは、その他、どういった機能がここに入って
ているのっていうところを含めてご紹介させていただこうかなと思いますので、それでは行きましょう。機能しよう、ここがすごい。はい、それでは機能しよう、ここがすごいコーナーに入りました。はい、まずこちらすごいのが、その先ほど言ったレッコシステムっていうのがこれ入ってる、まあ珍しいリュックになってるんですよね。で、このレッコシステムは何かっていうとですね、まあ日本ではまだあんまりですね、そこまで普及はしてはいないんですけども、まあ居場所の探索が、結構可能な、リュックになっているんですよ。どういうことっていうふうに言われるかと思うんですが、まあ実際こうアプリとかで居場所を、知らせるっていうよりは、まあ実際は世界中の SAR チームに対して、この自分の居場所を特定させることができるリュックになっているんですっていうのが、まあレッコっていうのは、まあいわゆるですね、迷子になった時とか、まあその他緊急事態が発生した時に、使うシステムになってるんですよ。なので、例えば山に行って遭難したとか、山に行ってこう雪崩にあってなかなかこう帰路が、見つからない、そういう時にですね、このシステムは画期的な役割を果たしていて、この中に入っているレッコ検出器自体が懐中電灯のビームのようなレーダー信号を、まあ、こう発信してですね、まあ、信号が当たると反射器が信号を検出器に送り返すっていう形のシステムになっていて、このレッコ反射器自体がですね、機能するための電源やアクティベーションっていうのは特に必要ないんですよね。で、レッコシステム自体がグローバルであり、世界中の900以上のスキーリゾートとか、SAR チーム、ヘリコプター基地などで使用されているので、まあ、日本にも導入はされていて、まあ、それらを使うことでですね、まあ、突然の遭難とか、突然の、まあ、いわゆるですね、雪崩、そういった時の帰路がなくなった時とかに、結構ね、これは、発揮できるので、まあ、山登りする人とか、こう、アウトドア系を趣味にする人からしたら、まあ、一つの命綱みたいなものになるので、結構これは安心できるシステムかなと思います。で、実際、ポケットなんですけど、まず、こちら、メインとコンバーターになるんですけど、メインコンバーターに関しましては、こう、パッと開けていただいて、この紐の部分なんですけど、これをね、こういう感じで、こういう風にしてあげると、大きい口がこう広がってですね、中に広がるという感じです。これが、まあ、基本的なメインコンバーターになっていて、大きさ容量としてはこんな感じになっております。すでに僕はですね、ちょっと撮影を加味したパッキングをしておりまして、まあ、T シャツ1枚、パンツ1枚、靴下1枚、で、あとはですね、α7 マーク4、まあ、一眼レフですけどね、で、それを、まあ、入れております。で、あとは、ウィンドブレーカーとかを入れていて、まあ、こういう感じです。結構ね、まだ上の方にも、かなり余裕があるので、そうですね、余裕度で言うとこれぐらいなので、まあ18センチぐらい。うん、それぐらいはですね、だいたい余裕があるかなと思います。メインコンバーターだけで荷物は完結できそうです。はい。で、その他、この、かぶせの部分に、こういうね、ファスナーポケットが1個存在しているので、例えばこういうところに、まあ旅行であれば、ガイドブックで、まあ山とか行かれる方であれば、山用の地図とか入れていただいても、まあ問題ないかなと思います。あとこのハイドレーションシステムなんですけど、ハイドレーションシステムの中身としてはこういう感じになっていて、結構ねたくさん入ります。で、まあ中の容量としては2リッターぐらい入る形になっているので、1日、まあこう山登るときに、まあ飲まれる水としては十分かなというふうに思います。はい。で、生地もここ結構厚いので、中にまあ例えばカメラ入れていても、まあナイフとかを一緒に入れてない限りは、まあ基本的にはですね、まあ破れるとかそういうことも少ないかなと思います。はい。どうしても気になる方はね、まあこれ使わずに外側のこのウォーター、まあポケットを使っていただくっていうのもありかなと思います。はい。で、一応このフロントの部分に関しましては、先ほども言ったようにね、これストレッチが効くような大きめのワイドポケットが外にあるので、まあここにまあお水とか入れてもらってもいいですし、まあ、あとはここにタブレットとか、そういった娯楽用のものを入れていただいてもまあいいかなと思います。ここは比較的すぐに取り出すようなものとかを入れていただくとかなり便利かなと思いますので、ぜひここはフル活用してください。で、一応サイドにこういう感じでね、ドリンク用のまあポケットがあるので、まあ中にね、こういう水を飲む用の気孔を、別途購入した場合はここ何も入れることを、特にないと思うんですが、例えば、僕の使い方のおすすめで言うと、シューティング撮影とかされる時にこれを使用するっていう場合であれば、このサイドに、三脚とかをつけてあげるとまあ結構ね、いいかなと思います。あとは山登りする人とかだったら、まあこことかに伸縮性がある、まあいわゆる短めの、杖とか、そういったものを入れてあげるとですね、より便利に使えるかなと思います。
はい。まあ、これだけ結構ポケットが揃っているのはかなり嬉しいかなと思います。で、この、下の部分、これ一周させると開くんですけど、これをするとですね、下の方の荷物もこういう感じでね、取りやすくなってるので、まあ、いちいちこう上から、これどこだっけどこだっけって全部物を出さなくてもいいっていうところでは、まあ、突然のね、この荷物の出し入れにも結構対応しているので、旅行時とかも結構便利かなと思います。先ほど言った、こいつのね、すごいところとして、3つの、ところがあったと思うんですけど、そのうちの1つ、まずこいつのすごいところで、耐久性っていうところをね、ちょっとご説明させていただきたいなと思うんですが、これ耐久性なんですが、かなりですね、耐久性を重視して考えられた、機構を、施しておりまして、まあ、一般のバックパックよりも、やや厚手なね、こうデニール生地を使っているんですよ。で、これ持ってみてもですね、結構固めの生地になっているので、結構こう山道とか、あとは旅行時に、乱暴に扱っていただいても、そこまで、こうすぐに壊れるとか、そういったことも起きにくいかなと思います。で、まあ、結構摩擦にも強い生地にはなっているので、スレとかを起こしたとしても、すぐにこう穴が開くっていうことがないっていうところは結構いいでしょう。で、一応こういうバックルとか、あとはここら辺で使ってるファスナーに関してもですね、一応こうアウトドア業界向けの、高級トリムおよびアクセサリーメーカーとして知られる SBS 社を採用しておりますので、そういうね、一つ一つのパーツ自体の信頼性の高さっていうところも、これは、結構いいんじゃないかなというふうに思いました。実際こうバックル自体の開け心地ってどうなのっていうと、バックル自体もですね、開け心地結構良くて、もうね、動画内で見てもらったらちょっとなんかチャチンじゃねえのって思われる方もいらっしゃると思うんですが、そんなことなくて、結構ねこの柔らかいんだけどちゃんとバチッとはまる感覚、これが結構ね僕の中では、これ普段使いしやすいなっていうふうに思いました。あとは、これ高い技術力を誇った、バックパックになっておりまして、この BN50X シリーズに関しましては、便利な、機能が多く搭載しています。まずはこのレッコリフレクターっていうところがまず一つっていうところと、あとバックパックの外側により多くのギアを固定する用のですねアンカーポイントっていうのが幅広く、こう搭載されています。なので、まあ、杖とかそういうのも結構固定しやすいかなとは思いますね。その他にもこのハイドレーション用の穴がついているので、まあ、実際こうね背負ってみた感じとしてもちょうどいいところにいろんなものがついてて、結構ね一時こう荷物の出し入れが必要ないかなっていう風に感じました。はい。こう背負った時にこういう感じになっているので、ここにね、まあ、こう鍵とか、スマホ入れることもさっとできますし、あとはここの部分なんですけど、これバックルのところにこれ実はね、笛がついてるんですよ。なので、遭難した時にここでふーって吹くと、結構音が聞こえる形になります。試しにちょっと一回吹いてみると、こういう感じになるので、まあ、山、行った時とかにですね、遭難しましたよとか、自分の場所を知らせるっていう時には必ず使いやすいかなと思います。ここにあると、まあ、まずなくすってこともないですし、まあ、これがちぎれない限りはね、大丈夫なので、いいと思います。はい。で、あとこのハイドレーションホースに関しましても、まあ、実際自分の使いやすいものを使っていただいても構わないんですけど、こういう風にね、ちょうど、口元のところに来るような感じの設計になってるんですよ。なので、まあ、こういう感じでね、フュッと、してあげれば、水も飲めるっていうところでは、まあ、本当にこう、荷物を、下ろしたり、また担いだりっていうのがないので、まあ、こう力っていうのがかからないってところでは結構僕の中ではこれグッドポイントかなって思いました。なんといってもね、このデザイン性ですよね。デザイン性、これ結構、まあ、いろんな季節およびいろんな世代で使っていただけそうな、まあ、デザイン性を施しているなっていうふうに思っているので、まあ、幅広い年代および、長い時間、使っていただけるんじゃないかなというふうに思いました。はい、こう背負ってみても結構かっこいいなと思っていて、まあ、この色合いがね、僕結構アメコミとか好きなんですけど、そういうのに近い形になっているので、男の人から、まあ、女性の人にも結構ね、これ刺さる、まあ、マウンテンバックパックになってるんじゃないかなと思います。で、突然ね、例えば背負っていて雨が降ったっていう時もですね、まあ、すぐにこれ対応できるように、こうパッとね、取ってあげて、この下のこの部分なんですけど、ここの部分を開くと、こういう蛍光レインカバーの、とかそのままついてくるので、
これでもうあとはこのバックパックをこういう風に覆ってあげればもう雨にも安心っていう形になるので結構いいですね。で、雨の日とかってやっぱり太陽が結構沈んでいるので、まあこう周りにね視認性とかを与えにくいとかもあるんですけど、この色だったらね、さすがにねどこにいるっていうのもわかりやすいですし、なおかつこれねいいなって思ったのが、いちいち取り外さなくてもここにね、こうバックルでついているタイプなので、まあこのレインカバー自体を置き忘れたとかなくしちゃったっていうことも起こりにくいっていうところではよく考えられた、まあバックパックだ。なっていう風に思いました。はい、じゃあそれじゃあ最後にまとめの方に入りたいと思います。行きましょう。はい、皆さんお待たせしました。今回はですね、この BA50X シリーズのまあマウンテンバックパックをご紹介させていただきました。僕のまあ普段ご紹介させていただいているようなバックパックとはまた違った感じのね種類にはなるんですが、まあこういうリュックもですね、僕結構普段使うので、まあこれはこれで結構良かったかなと思います。で、個人的に一番いいなって思っているところとしては、ちゃんとね、小さめのカメラバッグとかであれば普通にそのまま入れることができるんですよね。なので、本当シューティング撮影とか野鳥撮影、そういった時にも使いやすい、まあマウンテンバッグかなと思いましたね。はい。で、使ってみていいなって思ったところ、悪いなって思ったところをちょっとまとめさせていただくと、まずいいなって思ったのが、ちょうどいいところに、欲しい機能が全部入りっていうところで、まあ例えばね、このハイドレーションもそうなんですけど、水が飲みたいなって思った時に口元近くにこのハイドレーションホースが来たりとか、まああとは、スマホを入れたいなって思ったところに、こう大きめのね、まあこういうショルダーこういうね、ウエストポーチがついていたりとか、あとは、まあ、そうですね、ガイドブックとかそういうのを入れたいなと思った時にこういう大きめのね、フロントポケットがあったりとかと、こう欲しいなと思ったところにすべて、まあ、ポケット類があるっていうのは結構僕の中ではいいなと思いました。で、まあ、実際ですね、まあ、このファスナーとかに関しましても、止水ファスナー系を使っているので、本当にこうアウトドアに適してるし、なおかつこうカメラをね、持ち歩く人からしても結構安心できるなっていう風に感じました。はい。で、一方、じゃあちょっと残念だなって思ったところも、プラスオンでご紹介させていただきましょう。残念だなって思ったところで言うと、まあ、レインカバーなくしにくいっていう風に言ったと思うんですけど、もちろんその通りです。そこに関してはグッドなんですけども、一時こうレインカバーってやっぱりこう干さなきゃいけないと思っていて、その干す時に、まあ、このバックルを取らなきゃいけないっていうところが、ちょっと、まあ、めんどくさいなっていうところと、あとね、この下の部分なんですけど、まあ、結構ね、山用品でありがちなのが、ここは、ラバー素材を使いがちなんですよね。っていうのが、なぜかっていうとこのラバー素材にすることによって、まあ雨で濡れた地面とかにリュックを置いても下のものが、まあこう濡れないような役割をしてるんで、まあここをねちょっとラバー素材にしてくれた方が僕的には嬉しかったなと思います。もちろんこれ下にはレインカバーしかないので、まあ中のものが濡れるってことはほぼほぼないと思うんですが、まあその度にねここが湿って、まあ背負った時に T シャツだったりとか服とかだったりがちょっと汚れるっていうこともありえますので、まあそれをね考えるとちょっとここが残念かなっていう風に感じました。はい。とはいえど結構、背負いやすいですし、この鉄の、アルミフレームのですね、いわゆる、まあ、S フレームキャリーシステムっていう風に言うんですけど、それに関しても結構よく聞いていたので、一般的に初心者の方の登山リュックとしては十分かなと思います。もちろん中級者でも使っていただけるかなと思いますので、ぜひですねこちら、最近ちょっとアウトドアバックパック探していましたよとか、まあこれからね、ちょっとトレッキングとかを趣味にしたいんですっていう人はですね、こちら支援の方をよろしくお願いいたします。なんといってもね、やっぱこの価格帯、この価格帯でこれが買えるっていうのは本当にお得です。はい、それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。僕の概要欄からね、支援できるようにしておきます。じゃあの。